はい、えー、こんにちは。速回塾の久保です。今回は、チャンネルの紹介です。こちらの、転職大魔王さん。えー、現在ではチャンネル名、転職失敗侍さんなんですけども、チャンネル登録がですね、1000名を超えたということで、まあ、おめでとう動画を作ってあげてくださいというリクエストがありましたので、こちらにてね、おめでとうございます。転職侍さん。 これからも頑張ってくださいといいととううね激励動画にしようと思います今回のタイトルは「年収300万以下が思う大卒のメリットデメリット」ということですけどもまあこのタイトルについてどんな動画をね私が見たのかそして返信動画を作ったのかってことを忘れちゃったんですけどもあの大卒のメリットデメリットって結局その人が自分の大学をどういうふうに生かしたかもしくは生かさなかったかによって全部決まるのかなと思うんですよ。 で私は残念ながらこうやって YouTuber として暮らしてますから大卒のメリットは全く使えてないんですよね <laughs> でもどこかの例えば企業に入ってねその企業の中で人間関係を作ろうとした時に同じ大学を出ているっていうことだけで強い人間関係が急速に作れちゃうことってのはあると思うんですよまあでもその程度のものですかねもちろん 一流大学とかになってくるとまた別だと思いますし、大学の中でも特定の運動部とかに入っていて、先輩後輩っていう関係がね、直接でも間接でも作られていたらまた別なんでしょうけども、私の場合はね、どちらかというと、自分が YouTuber として暮らすことによって、いや、俺の出ている大学からも YouTuber で家族を養うことできるよっていう風なね、まあそんなブランディングができるかなっていうことと、あとはね、俺の大学出て、 さすが合コンを繰り返した大学だけあって40過ぎても17歳年下の女の子と恋愛して結婚することは全然できるよとだから大学で合コンたくさんやっとこうよ学校の勉強とかいいからさみたいなブランディングができるのかなと思いますねつまり大学での経験をどっちの方向に活かすかってことだと思うんですよちなみに私が一番ね力を入れてたのは大学4年生の時に大学4年間の間でですねあのアマチュアバンドやってたんですよね で、アマチュアバンドは大学を辞めた時にパツッと辞めました。ですんで、そちらの方のメリットは活かせてないかなと思います。え、それから、大学4年間の中で、麻雀を一生懸命やってね、いろんな大会で優勝しました。しかし、大学を辞めた途端、麻雀も辞めましたんで、まあそちらのメリットも活かせてないかなっていうところです。まあ麻雀に関してはね、30を過ぎた時に、思わぬところから私麻雀店を、ね、やることになりまして、その時に、 共通の知り合いが、私が大学生時代にバイトをしていた麻雀店のオーナーと知り合いということでね。まあそういったかすかな縁は手繰り寄せることができたんですけども、直接あんまり関係なかったですね、でもね。思い出話をちょっとできたぐらいということになりました。はい。ということで、大卒のメリット、デメリット。大学時代に、大学時代にね、デメリット、メリットを依存することは、まあ、あんまりできない時代じゃないかなと思います。ただし、 大学にいたってことを使って自分がどのように生きるかに対してね、自分が卒業した大学に大きなメリットを与えれるような人生は送れると思いますし、せっかく大学に出たのに、ポシャっちゃうと、その大学にもデメリットになってしまうのかなと思いますね。ま、すべては自分の生き方次第ということになるのかもしれません。それでは今回以上です。